皆さんこんにちは、パレルワールド VR 理解来ました、ひらがなほのみさくくるみです。突然ですが皆さん、炭酸禁止生活って知っていますか？私、海坂くるみは今年の2023年1月3日に VTuber デビューし、3ヶ月が経ちました。これもいつも配信や動画を見てくださってる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。その1月3日から密かに行っているのは、その1年間炭酸禁止生活です。ただあまりにも知名度が低いと思い、以前配信で何人が知ってるのかアンケートを取ったところ、まさかの3人。せっかく頑張ってるのにと思い、この動画を撮っています。まあ、もともと海坂は家のルールでアルコールが入ったお酒は禁止だし、コーヒー、緑茶、抹茶などのお茶類だったりとか、レッドブルなどのエナジードリンクといったカフェインが強い飲み物は禁止されているので、飲み物を我慢することには慣れているんですね。それに炭酸は絶対飲まないといけないっていうわけではないし、まあ、今のところドリンクバーで大好きなジンジャーエールが飲めずに白ぶどうスカッシュをわざわざ頼んでいるところがね、ちょっと損しているなーって気分になるぐらいしか支障を当てていません。この調子で何事もなければ1年間炭酸禁止生活を行っています。まあ何かあったらね、もしかしたら伸びるかもしれないけど、まあ、縮めることはないと思います。これからも応援よろしくお願いします。近々ね、炭酸禁止生活のエピソードとか話したら配信でしまおうと思うので、これからも配信にぜひ遊びに来てください。それではまた次回の、それではまた次回の動画で、それではまた次回の配信で、またね。